人。我が軍は初戦の惨敗から立ち直りつつある。ジオンの地上での生命線オデッサを奪回することができれば、戦局は我々に大きく傾くはずだ。オデッサ作戦、試してみる価値はあるな。次のオデッサ。敵の戦力低下によってキャリフォルニアの攻略が可能です。キャリフォルニア攻略作戦を提案します。先にこっちをやらんとダメ。デス作戦のダートワークでもいいわ。まだちょっと発動に早いやろ。キャリフォルニアを、っていうか北米を完全に制圧してからじゃないと。これより我が軍はキャリフォルニア攻略作戦を開始する。目標は北アメリカ西海岸部キャリフォルニアだ。諸君らの健闘に期待する。やばいんだよな。一番のやつらがやばいんだったっけ。あ、こっちか。あ、これが落ちかかってんだよな、今これ。やば。
部隊を手がさすがちょっとやばいな。ペガサスは休んでてもらおう。攻められる危険性がないから、ここへブワーッと集結させる。こいつはもう残していいんじゃない。
なんとか持ちこたえてほしいな。メディア機やられてもしゃあないな。あ、でもここ牽制で置いとった方がいいな。こっからガンガン攻めてくる可能性あるから、多分こいつら2部隊が行っただけで十分ここのやつら撃退できると思うんだけどね。でここも多分北米南米を完全に連邦の指揮下に置きたいな。ここが交戦状態になってるし、今アフリカがやばいよね。アフリカは結構多分とんでもない、あ、やっぱボンボン作り出したね。あ、もうここはほぼ制圧してるのないんだ。こんだけだから、ちょ、一旦切ります。